エルズワース・ケリーは20世紀から21世紀のアメリカの画家。ケリーは1923年ニューヨーク州、ニューバーグにて保険会社の幹部をしていた父と元学校教師の母のもとに3兄弟の次男として生まれた。彼が生まれてすぐの頃に一家はニュージャージー州に引っ越し、以後も同州内で毎年引っ越しを繰り返した。 彼は10代まで若干喫音気味だったと語っている。第二次世界大戦中はゴーストアーミーの隊員として戦術的欺瞞作戦の展開に携わる。戦後はボストンミュージアムスクールに学んだ。その後、1948年から6年間はフランスに滞在し、ハンスアルプ、ブランクーシュラの影響を受け、コラージュやレリーフの作品を制作していた。 1954年アメリカへ戻り、1956年ニューヨークのパーソンズ・ガローで初の個展を開催した。1963年のカッセルのドクメンタ、1966年のベネツィア・ビエンナーレにも出品している。第二次大戦後の抽象表現主義の作家の中で、いわゆるハードエッジの代表的な作家とみなされる。くっきりとした幾何学的形態の式面。 色相対比を意識した色の組み合わせ、変形キャンバスの使用などにより、形態と色彩という絵画の根本的要素のもたらす、視覚的効果を追求している、彫刻作品もある。2015年12月27日死去。92細胞図。赤、黄、青、白、黒。ありがとうございます。